永遠に乗るよ。サッカーの神様ジーコが40年愛用した日本車のレプリカを公開。トヨタカップ現在のクラブワールドカップの MVP の副賞としてジーコに贈呈されたのがトヨタの1983年型セリカ。ジーコと日本との歴史はここから始まったと言っても過言ではなく、自身の人生の象徴の一つなのかもしれませんね。どのようにしてジーコは日本サッカー界に深く関わることになったのでしょうか。今回は日本サッカー界に多大な貢献を果たしたジーコと日本の関係について振り返っていきます。今や元日本代表監督としてのイメージが強いジーコですが、サッカーの神様と呼ばれるほどの伝説の選手でした。1976年から選出されたブラジル代表では72試合に出場し52ゴールを挙げており、 FIFA ワールドカップでは1978年、1982年、1986年の3大会に出場。元祖サッカーの神様であるペレからは、今までの間私に最も近づいたのはジーコだったと言われるほどの選手であり、白いペレの愛称で親しまれ、10年間にわたってブラジル代表の10番を背負ったスーパースターです。そんなジーコと日本との関係が始まったのは、南米王者クラブと欧州王者クラブが中立地、日本で世界一を争うトヨタカップ。1981年にトヨタカップ優勝を果たしたジーコは、当時所属していた母国ブラジルの名門チーム CR フラメンゴで獲得できる全てを手に入れたと言えるでしょう。1983年にイタリアのウディネーゼへ移籍。この移籍はフリウリ地区のみならず、イタリア国内でも大騒動となり、イタリアサッカー協会により移籍が合法的に行われたかの調査が行われるほどでした。当時は南米サッカーと欧州サッカーは対立しており、移籍制度も整っていなかったことから、ジーコはヨーロッパサッカー界で冷遇されてしまい、2年後にはフラメンゴに戻り現役生活を終えています。フラメンゴ在籍中に731試合に出場し508得点の記録を残し、この得点はクラブ史上最多の記録となっています。しかしフラメンゴ以外では活躍できず、ワールドカップ優勝も果たせませんでした。引退後ジーコは母国ブラジルでスポーツ担当大臣に任命され、およそ1年間政治的な任務を務めていましたが、消化不良だったジーコの現役晩年のキャリアに興味深いオファーが届きます。1991年にプロリーグ参加を表明していた日本サッカーリーグ2部の住友金属工業蹴球団のオファーを受けると大臣を辞任し、再び現役選手としてピッチに立つことになったのです。トヨタカップのこともあり、当時から日本に良い印象を受けていたのかもしれませんね。 J リーグ創成期に日本に来た大物助っ人外国人はたくさんいますが、ご存知の方も多いように、ジーコの日本サッカー界に残した貢献は群を抜いています。 J リーグ発足前、鹿島アントラーズの前身である日本リーグ2部の住友金属に加入、選手としてプレーするだけでなく、現場での全体への指導や練習設備、試合中の采配も兼任し、鹿島スタジアムの芝の長さも自ら決定。1993年の J リーグ開幕前にしていきなり J リーグ初のハットトリックを決め、5対0で勝利。怪我の影響もあり翌年に引退したものの、鹿島アントラーズとの関係は長く継続しました。1995年に鹿島のテクニカルアドバイザーに就任し、レオナルドやジョルジーヌと現役ブラジル代表を獲得するなど、ブラジルコネクションを生かしチームを強化。現在も鹿島アントラーズとの関係は継続しており、ジーコの思いは今も鹿島アントラーズで生きています。勝利への飽くなき追求がクラブの伝統となり、内容は悪くてもなぜか最後は鹿島アントラーズが勝つという説明しにくい現象は、ジーコスピリッツと呼ばれるようになりました。その結果、都会とは言えない鹿島の旧2部リーグの弱小チームを一人のスーパースターが J リーグの上昇軍団へと育て上げたのです。その功績から茨城県鹿島市内にはジーコの銅像が2体も設置されています。1990年に住友金属に入団する前からフラメンゴの選手として、1981年のトヨタカップ、1986年のキリンカップで来日。ジーコは鹿島に来る前の日本の印象について、鹿島に来る10年前、フラメンゴのメンバーとしてトヨタカップに来ており、美しい街や運営組織の細かさ、日本人の穏やかで温かい心遣いといった人柄にはとても好感を抱いていたことは間違いないとコメントしています。現在は日本を第二の故郷とコメントするほどの親日家であり、来日した時は飛行場で必ずただいまと挨拶。大きな影響力を持つ母国ブラジルでは、そのおかげで日本がリスペクトされているようで、ジーコによって日本の印象は変わったとまで言われています。特に鹿島アントラーズに加入することはブラジル人選手にとって今でも特別な意味を持ちます。鹿島レイソルからオファーが来たブラジル人選手は、鹿島かと思ったというほどジーコがプレーした鹿島アントラーズはブラジルで有名です。そんなジーコの親日家エピソードの象徴と言っていいのが、1981年の第2回トヨタカップの MVP 受賞時に贈呈されたトヨタのセリカを40年経った今でも乗り続けていることではないでしょうか。ジーコは自身のインスタグラムで愛してやまない日本車のミニレプリカを公開。前後左右から撮影された写真を載せ、魅力的だ、最高すぎる、
といった多くの反響が寄せられていました。記事ではトヨタのセリカは40年間ジーコのガレージにあると愛車とのツーショットなども紹介。トヨタカップ優勝で獲得した車だけに思い入れがあるのでしょう。サッカーの神様の愛車レプリカということもあり注目が集まりました。ブラジルメディアのインタビューに対してジーコ氏はセリカの売却が頭に浮かんだことは一度もない。この車は今も家にあって10万キロ以上走っても普通に動いている。私が生きている限り永遠に乗るよと語っており、今もなお大切にしていることがわかりますね。40年も前の車と聞いて気になるのが総走行距離ですが、ジーコによればだいたい7万マイルくらいとのこと。40年間運転し続けた割にはかなり少ないように思えますが、それだけ大切にメンテナンスを繰り返しながら宝物のように扱ってきたのでしょう。ジーコレベルになると車も1台だけではないでしょうし、運転手がいてもおかしくありませんしね。ちなみに日本代表監督時は日本代表のスポンサーに日産自動車が入っていた関係で、同社が日本サッカー協会へ寄贈したシーマを運転していた時期もありましたが、やはりセリカはジーコにとって特別な車なんですね。スペイン紙アスは元ブラジル代表のアイコンであるジーコはガレージを改装する気もなく40年間乗ってきたトヨタのセリカを今でも愛用しているといった内容を記事で伝えていました。さらにジーコの愛車の現在の推定金額が約9000ユーロ約117万円であることを引き合いに、サッカー界の他の著名人が所有している車の価格と比較するととんでもない数字だと綴っています。ブラジルメディアのインタビューに応じた際、ジーコはセリカについて、イタリアからリオに戻って私はセリカの乗車をとても楽しんだ。セリカには楽しみをたくさん与えてもらった気がしている。愛車は映画バックトゥザフィーチャーに出てくる車によく似ているから、そこもお気に入りの理由の一つなんだとセリカへの愛情を語っています。セリカを痛く気に入っていたジーコは特別な機会にのみ乗車運転していたとのことです。加えてセリカはトロフィーとして保管するのが最善だと考えた。リオデジャネイロでの仕事で乗ってきてほしいと言ってくる人もいた。ただ燃費が悪く乗っていると重くて筋肉を鍛えているような感覚もあったと、現在は大切に保管しているようです。すでに走行距離が10万キロを超過している愛車セリカは時間の経過とともに実用には向かなくなっているようです。それでもジーコは手放すことなど考えず、今も愛車を自宅のガレージにて大切に保管しています。それだけ40年前のトヨタカップ優勝は彼にとって特別なことというわけです。ちなみに40年前にプレゼントされた愛車セリカのミニチュアを40周年記念としてブラジルで製造販売までしているジーコ。地元のジーコファンの間ではジーコのセリカ好きは有名でミニチュアも人気を博しているとのことです。ジーコにとってはどんな高級車よりも価値がある車なのでしょうね。ちなみにですが、レアな高級車を所有することで有名なロナウドはフェラーリ愛好家としても名高く、2021年には練習を休んでフェラーリの工場にヘリコプターで向かい、約2億1000万円もする限定品のフェラーリモンツァを購入したことで非難を浴びたこともありましたね。現在ではそういった億超えの車が好きなトップ選手たちがいる中で100万円ちょっとの日本車セリカを大事にしていることは日本人としてどこか嬉しいですね。いかがだったでしょうか。サッカーの神様と称されながらも現在も日本サッカー界に貢献し続けるジーコが鹿島アントラーズと日本サッカー界に与えた影響は計り知れません。日本サッカー界の歴史にこれからも名を残し続ける偉大な存在であることは間違いないでしょう。それではまた。